ね、僕からも一言、今日はね、言いたいことがあります。広島カープおめでとう。10時ぐらいですよね、優勝決まった瞬間ですよね。もうお店の中がおごっちゃごちゃになってですね、ちょうど僕その時トイレ行ってたんですけど、なんかね、わーって声が聞こえたら、お店から差し入れですって声で慌てて降りたらですね、ビールがずらーっと並んでたんですよ。ほんでもう好きに飲んでくださいって言って散々浴びるようにしてためっちゃ羨ましい。その頃俺仕込みしようってやるんですよ。いいな。でもね、昨日車で出てたんでね、自分の車で出たの忘れてて飲んだんですよ。で、結局駐車場に朝5時まで行きました。そっから帰ります。今日朝帰る。皆さんもね、盛り上がったと思います。本当にね、昨日は楽しい一日を過ごされたと思いますが、今日もね、ゆっくり、楽しんでいただきたいと思います。僕たちも、トムは僕の同級生なんですけど、いい年になってきまして、だいぶ年齢を重ねてまいりまして、やっぱり年齢を重ねるといろいろいろんなことが分かってきたりするもんでございます。パーカッション星田孝則は息子世代でございまして、先日30になったばかりでございます。彼は若い、若者がおっさんと一緒に演奏を頑張ってくれておりますが、そんなおっさんが子供の頃に聴いた曲なんですけど、皆さんも本当によくご存知だと思います。特に瀬戸内海界隈にお住まいの方は本当によくご存知の曲だと思いますが、年を重ねるとこんな曲もいい曲だなと、歌詞をかみしめると、あ、こんないい曲だったんだということを、友がこの曲を歌えと思ってきたので、友が気づかせてくれました。そんな曲をお送りしたいと思います。もしよかったら一緒に口ずさんでください。瀬戸の花嫁、聴いてください。しまった。
どうもありがとうございます。最後の花火を聞いていただきましてありがとうございます。改めまして、その付近筒井アンドトム with 星田貴則でございます。よろしくお願いします。このニコさんでも、僕たち、2回目の、ライブをやらせていただいております。今日も来ていただいてますけど、以前あの竹本さんが主催でですね、こちらでご紹介いただいてライブをさせていただいて、本当にあのおしゃれないいお店なんで、実は僕の実家が廿日市酒田のものですから、まだあのそこにこのすぐ近くなんですけど、母親が実家で一人で暮らしております。まあ、元気でやってくれてるので本当にありがたいですけど、そんなわけでこの前の道路はですね、しょっちゅう、まあ、実家行ったりするので通ってるんですけど、ああおしゃれな、おしゃれな雰囲気のいいお店があるなって終わってたんですけど、ちょっとあのおっさんが入るにはちょっと敷居が高いかなと思ってたんですけど、入ってみましたら、皆さんも、感じていらっしゃると思いますが、大丈夫です。スタッフの方も優しいです。こんなに素敵なお店で、ゆっくりくつろげるこんな空間になっております。皆さんもね、これを機会に、リコさんの方も通っていただけると、またいろんなここでね、あの本当にいろんなイベントもされてますし、あの音楽もね、素晴らしい方が、ライブ来られてます。あの先日の、スネオヘアさんというあのメジャーな方で、そのオープニングアクトが、加賀博さんとかですね、素晴らしい豪華なライブも、こちらでやられてますし、その他にも素敵なライブしょっちゅうやられてます。あのどうか皆さんね、ちょっとアンテナ伸ばしておいていただいて、また来ていただければと思います。ということで、今日のライブ、残り2曲となりました。1曲ちょっとここで、また日本の、トラディショナルの名曲を、そして、ホッシーのパーカッションに乗せてお送りしたいと思います。それでは聴いてください。工場の月、
世代の、方も少しはいらっしゃるんですけど、どちらかというと若いかっこいいお兄ちゃんボーカリストが集まるイベントで、歌わせていただきます。もしお時間ありましたらぜひ金山ベースで検索をしていただきましたら、イベント情報出ると思います。よろしくお願いします。ということで、僕たち、最後の曲、最後は2番目って言ったんですけど、ちょっとごめんなさい、訂正します。アンコール前の最後の曲を次お送りしたいです。大丈夫、緊張すぎますね。ビールが足りないんですよ、それ。すいません、いいね、気の問題。じゃあ、アンコール前の最後の曲はですね、ギターを弾いております、トムが作りました。そのあたり山陽女子大前電停がございますし、こちらには楽楽園と電停がございますが、そこは走ってます。路面電車の、風景が浮かぶとても綺麗なラブソングを、綺麗なギターを弾くトムがですね作りまして、ごめんね、綺麗なギターを聴かすの忘れて、そんなわけで、そんな曲を、皆さんにもね、ぜひ聴いていただきたいなと心を込めてお届けします。路面電車の街で聴いてください。
修行の割り告げるチャイム、カバンを小脇に抱えて、表通り路面電車のホームに駆け寄った。待ち合わせの場所はここから5つ目の点滴だった。1年たち2年過ぎても変わることはなかった。卒業時と場所を選んで
どうもありがとうございます。アンコールありがとうございます。すいません、気を使いました。ありがとうございます。みんな優しいな。この後はね、僕のとても影響を受けた大好きな先輩の出口万太が登場します。そして、その後、お待ちかねサボテンブラザーズの、ラテンの国から3人の演奏を聴いていただけると思います。じゃあもう一曲だけ、お届けしたいと思います。ララバイオブバトランド聴いてください。